はい、どうもあやとです。今回は3月16日の土曜日と17日の日曜日に開催した私あやとサロンの提唱4軸大型社の同場イベントの結果報告について動画のしてまとめてみました。まずは参加した皆さんのご感想をご覧いただいてから、私が実際にどのような運転を行ったのかということをインボードのカメラで撮影してきましたので、ご覧いただければと思います。それではどうぞ。ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうでしたか、初めて。ちょっと、はい、なかなか乗る機会はないと思うんですけど。そうですね、もうバスとか電車だったらお金払えば乗れますけど、はい、10トン車なんかこんな乗る機会ないので、しかも首都高を乗せてもらえて、はい、一般道も走らせてもらって、いや本当に見晴らしも良くて楽しかったですね。あ、良かったです。イベント自体はもうぜひまたやっていただきたいですね、はい、あんま大変だと思いますけど、はい、まずは綾瀬さんに会えたことは非常に嬉しくて、こちらもそう、あっという間の時間でした。ありがとうございました。聞きたいことも聞けましたので、これから自分で、やっていこうと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。まあ、初めてやっぱトラルク乗られる志望ということで、はい、もう熱意がすごく伝わってきて、もう子供の頃からの夢なので、はいはい、叶えたいと思います。あ、ぜひ、はい、頑張ってください。はい。よいしょ。これで本線出ます。はい。もう上りの合流なんで、はい、ここからもう一気に。出しちゃって、はい、はい、ギターに入っていきます。よいしょ。これ車線逸脱警報、はい、薬品なんですけど、液状の化学薬品ですね。ローリーとかそういう感じですか。そうです。ちょっと特殊なやつなんで、多分ほとんど見ることないですね。市場的にようなタイプのやつ。前は普通のこういう箱型の車も、もともとやっぱ大型からトレーラーに上がってるんで、はいはいはい、最初トレーラー乗る前はあのウイングの車と、はい、箱の車を乗ってたんですけど、やっぱ液体物は中身の量によって、はい、だいぶ乗り心地とか、はい、使いも変わると思うんですけど。そうですね、やっぱトレーラーなんで、うん、トレーラーで結構液体物ってやっぱ横転しやすいんです、圧倒的に、はいはいはい、なんであの、まあ、もちろんその積み荷の容量ももちろんそうですけど、はい、あのトレーラーの場合はやっぱり真ん中でこの軸が折れてるんで、はい、後ろの感覚っていうのはすごい掴みにくいんですよね、はいはいはい、開墾とかもよくひっくり返る仕事があるから、はいはいはい、そうなんです、ロールの感覚がやっぱり、うん、抑制されてキャビンに届くような感じになるんで、首都高なんかああいう燃料系のローリーは60キロっていう暗黙の了解が業界の中でもありましたもんね。そうですね、大きい事故があったんで、うん、大炎上でしたもんね、あの事故で。そうですね、まあ、特に土日なんかだとああいうローリーどうしても一般車からすると相当遅い車になるんで、もうバン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 で行っちゃうの、それはもうできるだけ先に行ってもらうっていう感じの運転を心がけてる感じですね。これだけ長い車間距離を空けてるとみんなバンバンこう左に入ってくる車もいっぱいあるんで、はいはい、まあ、その前提で、まあ、逆にもう入れてあげるっていうような感じのイメージで運転した方が速度の感覚っていうのはどうなんですか。だいたい一定で60走る、はい、まあ、車速とか決まってるとこあるかと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、普通の車だったらやっぱり80キロ、首都高の場合は80だと思うんですけど、まあ、それでもやっぱこういう土日なんか車結構量多いんで、はい、あのもう流れに任せていくような感じですよね、基本的には。もちろん今空車のなんてこんぐらいの車間距離ですけど、実車だと大体この倍ぐらいは車間距離も空けるような感じですね。まあ、重量がある分本当に止まんないんで、そうですね、特に首都高の場合は勾配がきついから、はい、上り下りがかなりありますんで、高低差が。結構晴れてる時はまだ晴れてる日中はいいと思うんですけど、やっぱり夜間、はい、風が強い日、雨の日、雪の日って、はい、悪条件あると思うんですけど、
そうですね。そういう時に心がけることっていうのはやっぱりありますか？そうですね、やっぱりミラーの見方ですよね。どうしても水滴がつくっていうのと、はい、まあ、特に市街地とか走ってるとあんまりこうスピード出ないんで、はい、ミラーヒーターとかついてるとそんなにこう水滴が飛ばないですよね、はいはいはい、高速だったらもう巡航してればほとんどつかないんですけど、はい、あとはまあ常日頃、まあ、その気温が低い時なんか特にそうなんですけど、やっぱガラスが凍りついたりとか、うん、ワイパーも死んだり、そうですね、ワイパー自体が凍っちゃったりとか、もちろんガラスに霜が降りたりっていうの時あるんで、そういうのちゃんと取ってから走るっていうのは、やっぱ大型車だと視界が限られるんで、はい、その限られてる視界をもう目いっぱい使うっていう意味合いで、まあ、そういう条件を自分でなるべく落としていくっていうことが重要ですよね。車によって寒冷地仕様みたいなのもやっぱあるんですか？基本的にトラックの場合はもうほとんどほぼみんな管理しようというか、全部ミラーヒーターは標準でついてるのがほとんどなんで、はい、国内は大体どこでも行けるようだから、あんまり仕様は変わらないですかね。ほとんど仕様変わらないですよね。おしゃがたとかそっちですかね。バスとかになるとなんか特注のそういうワイパーにヒーターがついたりとかっていうものもあると思うんですけど、大型場合は基本的にはやっぱミラーヒーターだけですかね。ワイパーにヒーターがついてるっていうのはあんまりないですよね。この車もガラスひび入ってますけど、結構、はい、飛び物って多いですか、高速走ってると。そうですね、結構多いですね。これなんかもうまだ4万キロだけど、もう飛び石で割れてるっていう感じなんで、あとは車間距離ですよね。まあ、ダンプの後ろとかと近づいて走ってるとバンバンチャリなんか飛んでくるんで、バイクに乗るんですけど、はい、結構排ガス真っ白で走ってるのあるじゃないですか。あ、ありますね。あれは何が要因なんですか？あれは基本的にエンジンのメンテナンスが怠っているので、エンジンが壊れてる感じですね。まあ、タービンのラインからオイルが持ってるとか、でそれが焼けちゃってるか、多分タービンブローか、あとオイル上がりオイル下がり、オイルがエンジンオイルが焼けちゃってる状態ですね。中にもくもく白く煙出てるのは大体故障してるんで。なるほど。これは合流なんですけど、はい、結構みんなこの合流の根元の部分ですぐにこう左折で入ろうとするんですけど、はい、こういうところって結構ずっと合流のレーンがこう繋がってるんで、うん、もうこの辺から入っていっちゃってもいいぐらいなんですよね。なるほど。みんないっぺんにこうすぐ右移ろうとするんで、それで玉突き起きたりとか、うん、事故に繋がるんで、首都高の合流はちょっと余裕を持って、出入り口はね結構短いんですけど、合流自体はわりかし長いところが多いんで、こういうどっちの方向に行こうかなっていうところは、はい、少し余裕を持って運転するぐらいのは大型の場合は特にいいですよね。首都高で特にやっぱりここのカーブ危ないな、逆バンクついてて危ないなっていうところは決まってるんですか？そうですね、まあ、道自体は基本的にはやっぱ法定速度を守ってれば、はい、道の構造的に何かこう不具合があるってことはないんですけど、はい、やっぱりどうしてもその何でしょうね、その合流のポイントポイントで短いところが非常に多いんで、うん、そういうところに関してはもともとその合流してくる方の車線にいないように、ね、事前に逆の車線の方に逃げておくっていうことがかなり重要になってきますね。まあ、土日だとこういうふうに一般車走ってるとウィンカーとか出さないで、ああやって右行ったり左行ったり迷いながら走ってる車がほとんどなんで、まあ、ほとんどミラー見てないと思って、で自分の車の例えば横とかにいる車が急にこっちにこう幅寄せしてきたりとか、はい、っていう時はもうできればクラクション鳴らしちゃってもいいんで。なるほど。クラクション鳴らしてでもとりあえず気づいてもらうっていうことが大事なんで。ちょうどど真ん中ですね、銀座の下とかを走る感じですね。ここ一番首都高の中でも多分一番最も複雑なところになってくるんで、基本的に首都高走るときはもうライトオンですね、はい、ライトはつけっぱなしで、こういう高架の下とかトンネルの下とかってどうしても暗いところが多いんで、影になってるところで自社の存在を知らせる意味でライトはつけっぱなしで走るような感じですね、はい。
どうしても二輪の車とかバイザーがスモークとか入ってるようなメットをかぶってると、あの暗いところだと見えないんで、なるべく早くに自分の車を認知させてもらうっていう意味合いで、まあ、常につけてる感じですね。これ右から合流なんで、はい、合流のレーンもこれしかないんですよね。短いですね。短いんで、もうすでにこっちに左側に寄ってく、はい、はい、もちろん土日なんかやるとああいうところにこう、まあ止まってる車もいるんでね、はい、こういう車がいきなり出てくるってことも十分考えられますし、平日じゃああいうところに車が止まってるってなかなか考えられないんですけど、休みの日だと地方の人とかは休憩所だと思って入っちゃう人もいるって。なるほど、今日はああいうところ駐停車禁止になってるんで、どっちかっていうともう休みの日は周りの車に合わせるっていうようなイメージですよね。ホワイトラインでもオレンジラインでも全然みんな普通にカットして、はい、あの車線変更するんで、もちろんウインカー出さない車も多いですしね。ちょっと詰まってるから、もしかしたらなんか事故か工事かやってるかもしれないですね。普通ここも混まないんですけど、そんなに。自体は昔から見てもらってるんですか。はい、よく見せてもらってます、はい、ありがとうございます昔なんか首都高のトンネルから車が出てくるみたいな動画があったと思うんですけど、はい、それはここなんですよ、はい、これ左側下りで入り口で合流になってくるんですけど、はい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 、これがもうこの時点だと絶対ミラーでも何でも見えないですよね、車がいるのかどうかすら。で今これゆっくり止まってるからいいですけど、自分の車がじゃあ60キロで走ってたとしたら、はい、もう要はほぼ同時に合流者が現れる感じになるんで、近くから入ってくるってことですね。そうですね、これだけやっぱ高いところで道があるんで、はい、全然見えないですトラックからは。なんでもうこの時点でもう右に寄っちゃってることですよね、車がいようがいまいが。なるほど、はい、これが例のトンネルで、まあ、本当に短い合流レーンになってるんで、この壁が切れたらすぐここに車がいるって、怖い、大型もバンバン入ってくるんで。渋滞の時も、まあ、首都高だともちろんそうなんですけど、2車線しかなくて、はい、でどうしてもバイクはどう走るのかっていったら、この真ん中を縫うように走っていく感じなんですよね、うん、なんで基本的にやっぱり、まあ、キープレフトを心がけて、はい、でもうバイクがもう通る前提で右をなるべく開けちゃう、はい、で大型はまあ邪魔にならないような感じで左にこう逃げていくっていうことが基本的にやっぱ、まあ、一番安全につながるのかなっていう。夜間、はい、トンネル内暗いと思うんですけど、マーカーって運転してる立場から見えるもんですか。はい、今の車は見えないですね、ほとんど見えない、今の方のって LED になってて、あの LED って明るく感じるんですけど、直進性がありますもんね。そうなんですよ、だから拡散しちゃうんで、どうしても自分の車からマーカーが何色に光ってるかって今の車は見えないです。昔の普通の豆電球みたいな玉は、あれはもうすごく綺麗に見えたんですけど。なるほど、あれはそのやっぱりライト灯みたいな感覚で明るさ取るにはやっぱり重要ですか。はい、マーカーそうですね、やっぱこの長さがある車っていうのは、はい、昔の車はやっぱ一番後ろのマーカーだけ赤にできたりとか。なるほど、できても車検取ったんですけど、はい、今の車は赤は車検取んないんで。あ、そうなんですか。そうですね、色変えることも黄色してってことなんですか。黄色してです、ほぼ。あ、なんで、よいしょ、あれの灯火数の数は関係ないんですね。数は関係ないですね。でたまにダブルのめちゃくちゃ明るいの入れてる人もいるんですけど、あれだともう本当にもうめちゃくちゃよく見えますね。あーマーカーで横にいる人がこう照らされて分かるぐらい明るい方が運転はしやすかったですけどね、やっぱり後ろの感覚が分かるんで。今の車はその他にバックミラー、あのモニターがついてるんで、振り出しはそれで大体横に車がいるかいないかっていうのが分かるから、それで今触れるか触れないかっていうのはバックモニター頼りに見えるは見えるんですよね。さあ右
あるんですよ。なるほど。これはそのミラーの上についてる四角の部分を映すモニターです。今の車はもうみんなモニターついてるんで本当に運転しやすいですね、はい、昔の何もついてない車はついてなかったんで、うん、これも下りの合流なんで、はい、この時点でウインカー出して落ちてくる車に早めに自分の車をそれを知らせるっていう、まあ、ここで並行したして車が切れたら入ってくるんですね。もう何気に合流の短いポイントなんで、こういう右返しと横浜方面、まあ、空港方面行くんですけど、はい、まっすぐでお台場方面、ここの合流のところでやっぱり事故も多いですし、あ左側に入ってきます。車線変更ですね。ここはやっぱりバイクがすり抜けてくる場合もあって、できれば左側に車線変更する前に大型バイク一回バックミラー見といて、ミラーモニターで何もいないなって状況で左側に入ってくるようなイメージの方がより安全ですね。だいたい後ろにバイクとかがこうぴったりついてるとどっちかから抜いてくるんで。なるほど、自分も乗る身なんで逆に見えてるかなっていうのは非常に気を使って、はい、あ、そうですね、気をしてますね、はい、箱の後ろの直前で進路変更で、はい、横側に入らないっていうのは、ああ、きっかけ。そうですね。気づいてない人がいきなりバイクがね現れたって感じになっちゃう。まあ、大型もね、見てる人と見てない人と本当に分かれるんで。結構あのバイクで走ってて、はい、まあ、これウィングのラチェット、はいはい、引っ掛けがあるじゃないですか、あれが出てる状態で走ってる人を見かけるんで、あ、いますね、声掛けをするんですけど、はい、あれぐらいのやっぱり出っ張りっていうのは気になる方ですか？いや、あれはダメですね基本的には、うん、やっぱり何でかってあれやっぱ二輪車にこう引っ掛かる可能性も多分にありますし、ね、危ないですね、あれは。もちろん引っ掛けたらこっちの車が遠くのが悪くなるんで、はい、まあ、突起物になりますからね。自分がまだ乗用車で走ってた時に運転手さんに、給油コック空いてるよってお知らせいただいたことがあって、はいはいはい、まあ、それは、まあ、それでもやっぱり 気づかなかったので、反省はしたんですけど、はい、まあ、それ以降逆に周りの方に配慮するようにはなったかなっていうことを、うん、自分でも感じたんですけど、はい、なかなか5センチ10センチっていうところが、そうですね、影響大きいと思う。特にあの、うん、幅の狭いところはい、ケツ振りって言われるところを残す余裕が、そうですね、必要かと思うんですけど、はい、やっぱり、まあ、定常40ってそんなにこうお尻振らないとは言っても、まあ、前切りで曲がったりすると全然普通に振ってくるんで、まあ、そういうところで、まあ、特にそうですね、車体自体にこう何かこう、まあ、突起物があるような状態で走るっていうのは本当に危険なんで、だもう例えばすぐにこう荷下ろしするからって締めない人もいるんですけど、はいはい、もうあれはもう確実に1回1回締めないと、万が一バイクの人の服でも引っ掛けたらね、そのまま持ってっちゃうんで、関東道方面の道とこっちで速度差が変わってくるんで、はい、今これで80キロの制限になるんですね、はい、で一気に全体的な速度が上がってくるんで、この相対速度の差っていうのも注意しながら入っていく感じですね、はい、特に土曜日日曜日の朝8時ぐらいっていうのはここディズニーランド渋滞で、あ、ええ、なるほど、大体そうですね、新木場ぐらいまでは繋がってる感じになってるんで、まあ、休日の時は大体この際混んでるよっていうのは頭に入れておいた方がいいですね。でもみんなスピード乗ってる分バンバン走ってくるんで、
ぱ雨の方が、やっぱ走りにくいですよね、どうしても。視界が悪くなるっていうのももちろんそうですし、でやっぱり雨の日って、どうしてもその乗務員さん全体的にそうなんですけど、はい、もう仕事自体焦ってやる人が非常に多いんで、特に外仕事とかの時って、あんまこう濡れたくないから、安全確認もね、あんまりしないでこう下がっちゃったりとか、外出たくないから目視で見ないで下がるっていうこともね、バックであるんですけど、大体そういう時に事故が起きるんで、特に雨の日なんかもう本当に、まあ、注意というかもう濡れてもいいぐらいの気持ちで、やった方がいいですよね。あんまりこう変に急いでやってると大体気がするんで、後ろの車のヘッドライトで自分の車の鍵ができるんで、うん、その鍵を頼りに自分の後ろがどんくらいあるのかなっていうのは大体、チェックしながら、まあ、モニターついてない大型なんか特にそういう感じで見てますね、巻き込み等に関して気をつけてることってありますか？はい、そうですね、やっぱり大型の場合はどうしても巻き込みというか内輪差が大きくなるんで、はい、もうあの左折右折の時どっちもそうですけど、もうとにかくスピードを落とすってことですね。この車の場合今7速なんですけど、はい、まあ、3速ぐらい で必要にして半クラッチで落としながら曲がるような感じ十分なんで、そこで3速です、はい、アクセルもブレーキも何も踏んでない状態、これで、こんぐらいでいいです。あとは逆に右側の方が死角ができやすいんで、はい、身を乗り出して、まあ、場合によっては僕なんかも窓を開ける場合もあるんで、はい、雨の日なんかここに特に水滴が全部バーってついちゃうんで、あ、まあ、雨の日はもう一回ガラス開けちゃって、はい、で確認しながら右折しちゃうんですね。雨の日右折するのがちょっと怖いですよね。なるほど、はい、はい、いかがだったでしょうか。長い動画だったんですが、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回は私が運転する低小四軸の大型トラックに一般のドライバーの方をお乗せして解説しながら首都高速道路を回るというようなテーマで動画を公開させていただきました。こちらの動画は先日3月の16日と17日に開催したアヤトサロンの道場運転講習会において実際に登場していただいた方の映像となっております。
動画の時間の関係で全ての方々の映像をお載せするというのはできなかったんですけれども、当日の運転講習の様子というものがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。今回は大型トラック未経験の方はもちろん、バスのドライバー、それから現役の大型トラックのドライバーの方々にお越しいただきまして、私あやとサロンの運転を解説しながら、トラックの操縦の方法からトラック業界の裏話、それからトラック業界に転職を考えている方々にアドバイスをすることができました。法人名義のリースでトラックをお借りしているという関係上、次のイベントをいつ開催するということに関しては明確にお答えすることができません。基本的に不定期の開催となっておりまして、次回無事に開催できるかということもですね、現状としては把握できていないような状態になっています。今回も一瞬で枠が埋まってしまったという関係もありまして、次回開催の折にもですね、なるべく応募フォームの方が落ちないようにサーバーの強化を行ってまいりたいと考えているんですが、おそらく同様に応募が殺到するものと思われます。また開催の際には告知を事前に行いますので、そちらの参加申し込みに従ってお早めの応募をよろしくお願いいたします。今回は運転技術だけでなく、あやとサロンがおすすめする運送会社や知人が実際に勤めていて待遇のいい会社というようなものも現地でお教えさせていただきました。こういったプライベートのネタに関してはですね、やはり実際にお会いしてお話をしないとお伝えできないということもありますので、もしそういった転職先やいい会社というのを知りたいという方もですね、ぜひ参加していただければ、他では得られない情報も入手できるんじゃないかなと思います。今回は少し長い動画になってしまったんですが、こちらで以上になります。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それでは今回登場していただいた皆様、本当にありがとうございました。また次回のイベントでお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい。